皆さんこんにちは、トレーナーのダンです。今回はですね、ソファーに座ってでもできる、テレビを見ながらでもできる巻き肩改善ストレッチをやっていきたいと思います。それでは早速1種目目やっていきましょう。胸を張った姿勢で手のひらを上に向け、腕が地面と平行になるように肘を曲げます。この種目は肘が一緒に動いてしまうと効果が薄くなってしまうので、できるだけ肘の位置は固定して親指のみを後ろに下げるようなイメージで頑張っていきます。やり続けていて肩に疲労を感じる人は正解です。この種目もいつものように呼吸をしっかりとしてください。残り5秒です。お疲れ様です。では続いてのセットも今と同じ種目をやっていきます。今回はいつものように汗はかかないと思いますが、水分補給はしっかりとしていきましょう。それでは2セット目スタートです。さっきのように胸を張った姿勢でしっかりと前を向きながら呼吸も整えていきましょう。肘先が地面と平行になるイメージで大丈夫です。トレーナーの僕ですら地面と平行になっていないので、そこはそんなに気にしなくて大丈夫です。メインは肘先だけ動かすというイメージです。さあ皆さん、徐々に肩が動くようになってきましたか？ラストスパート、呼吸も整えていきましょう。お疲れ様です。続いての種目は肘を90度に曲げ、指先を天井に向けて動かすトレーニングです。次の種目もイメージしながらスタンバイしていきましょう。それでは2種目目スタートです。両手で招き猫の動きをするイメージをしてもらえばかなりやりやすいと思います。ただ動きは招き猫のように前に倒すのではなくて後ろに倒します。この種目もさっきの種目と同じように肘の位置は固定して肘先だけを動かすイメージです。胸を張って呼吸もしっかりと意識していきましょう。残り5秒です。お疲れ様です。では続いても同じ種目をやっていきます。そろそろ肩も温まってきたんじゃないですか？温まってきたところからが本番なので、ここから気合い入れていきましょう。それではスタートです。そろそろ皆さんも動きに慣れてきたと思いますが、慣れてきた時が一番フォームが崩れやすいので、しっかりと意識を忘れずにしていきましょう。やればやるだけ動く可動域が広がってくる感覚があれば完璧です。さあ呼吸もした上でラストスパート頑張りましょう。10秒前です。お疲れ様です。続いての種目は動画を見ただけじゃ分かりにくいので、次しっかりと説明していきます。映像を見てイメージだけしておいてください。それではスタートです。この種目は後ろで手を組んで、組んだ手を後ろに引っ張り胸を張る種目です。胸式呼吸の練習にもなるので、胸を張るときに息を吸いましょう。このように座って行うことも可能ですが、立って行う方が可動域を取ることができます。肩甲骨が硬ければ硬いだけ可動域が狭くなってしまいます。
僕はかなり可動域が大きいですが、胸がこんなに腫れる人の方が少ないので、胸が腫れなくても自信をなくさないでください。お疲れ様です。では続いても同じ種目をやっていきます。この種目は巻き肩改善だけじゃなく、胸を張る練習、また肩甲骨を動かす練習にも使えるので、ぜひこの種目はリピートしてください。それでは2セット目やっていきましょう。フォームを気にしすぎて呼吸が乱れてしまっている人も少なくないと思います。しっかりと胸を張るときに息を吸う意識を忘れずに行いましょう。皆さんしっかりと胸を張ることはできていますか？硬い方はおそらく今日一日では胸を張ることはできないと思います。小さな可動域から日々積み重ねることによって大きな可動域を取ることができるので、このトレーニングは毎日やってもいいので、ぜひ毎日繰り返してやってください。お疲れ様です。続いての種目は片腕ずつですね。さっきの種目に少し似ていますが、こっちの種目の方が肩の前の部分に効いてきます。この種目は最後の種目になるので、ぜひしっかりとついてきてください。それではスタートです。片腕を後ろに回して背中に手を当て、肘を後ろに引きます。この時猫背にならないようにしっかり胸を張って顔を上げましょう。後ろに組んでいる手は手のひらを上に向けるようなイメージにすると、さらに肩が伸びます。この種目も肘を後ろに引いたタイミングで息を吸うようにしましょう。残り10秒です。お疲れ様です。次は逆の手ですね。次のセットが終われば、あと左右1セットずつ行って今回は終了です。ラストスパート頑張りましょう。それではスタートです。反対側も同じように肘を引くときに息を吸いましょう。後ろに組んでいる手の手のひらを上に向けることをおすすめします。さあ、座っていると猫背になってくる人も少なくないと思います。しっかり胸を張って顔を前に向けて、呼吸もしっかり整えていきましょう。残り10秒です。お疲れ様です。では腕を入れ替えて残り1セットずつ頑張りましょう。それではスタートです。この種目は体をひねることでかなり可動域を取った気分になりますが、体はできるだけひねらず、体を固定した上で肘を後ろに引くように意識していきましょう。しっかりと肩の前がストレッチしている感覚は皆さんございますか？あれば完璧です。さあ、残り10秒、皆さんしっかりと伸ばしていきましょう。お疲れ様です。次はラストセットです。今回はストレッチの種目になっているので、今までほど疲れていないと思います。もし余裕があればもう一周チャレンジしてみてください。それではラストセットスタートです。最後の1セットだからこそ呼吸が乱れたり姿勢が崩れたりするので、しっかりと最後までその意識は抜かずにやり遂げてください。胴体はひねらずに肘だけを後ろに引っ張るようなイメージでやってくださいね。
ラスト10秒です。3、2、1、お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。これをやってるだけで結構肩周りがすごいぬくくなってくると思うんですけど、このように肩を動かしているだけで巻き肩の改善にもつながってきますので、ぜひチャレンジしてみてください。